日照エッセムプレゼンツ平原彩香のハラホロシアター。こんばんは、平原彩香です。ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。休めた人も休めなかった人もぜひ今日も私のお部屋でくつろいでください。さて、今週も素敵なゲストに来ていただいています。いよいよ5月15日から始まるリュックスで共演させていただいているこの方です。よろしくゆずきレオンです。あーや、呼んでくれてありがとう。ちえちゃん久しぶりハグできないハグできないけど捨てるつもり。アクリル板アクリル板。いや本当にありがとう。ありがとうございます。私ったら来ちゃったわ来ちゃったのね。来ちゃったわ。よろしく。だって舞台やりながらリュックスのお稽古もみんなより先にちょっと始めて。そうやねん。でリュックスも合宿が、まあ、あるんだけど、それも今回は1泊2日しか参加できない。そうなの。もう最悪。あのね、新潟がすっごい楽しかったやん、一緒に。うん、楽しかった。だから1泊2日しかできないから参加できないかもしれませんってちょっと一度言わせてもらったんだけど、うん、でもその前は空いてるんですっていうことで、その前から稽古させてもらえるからっていうことで出させてもらえることになって、うんうん、そうだったんだ。だから出れるんやけどみんなとあんまりご一緒できないかもっていう寂しさ。いやでもよかった、ちえちゃんなくしてリュックスなしよ。いやいや、そんなことはないけど、本当に表演が最高すぎたから、うん、なんかこのメンバーでこういうものってなかったやん。なんかスケートと演技してる人と歌の人とみんなでこう教え合い、うん、高め合う素晴らしいエンターテインメントだなと思ってたから、そうまたできるなんてめっちゃ嬉しい。わかる。なんかこんなにギスギスしてない現場もないなとか思って。ほんまに。そうだって、あーやが初めて来た時はあ、平原さんやどないしようと思ったけどそうどんな気さくってなったからいやいや、だって私もちえちゃんなんて呼ばせてもらって。そうや、あーややで、平原彩香さんいやだからもう嬉しいですよ。で今回のリュックスのね、うん、写真もまたね、ゆずきレオンさんほんと綺麗よ。この流し目で私もあんな流し目したいとか。いや、あーやだってもうなんだか色っぽさもうすごかったやん。いや私はファンの人から生ガキみたいって言われてたからみんな検索してみて、あれ生ガキに見えるでしょ。もうそう思ったらそうしか見えないさあそんなね、ゆずきレオンさん、はい、ちえちゃんなんですけれども、はい、1曲お届けしたいと思っています、はい、あのせっかくなので、はい、あの曲ここでちえちゃんのかけたいんだけどいいでしょうか。え、あーやのじゃなくて。うん、あーやのって台本書いてるけど。いやいや、私あーやの絶対かけたい。もうお願いします。本当、はい、いいですか、ありがとうございます、はい、じゃあじゃあお願いします。はい、はい、本当にあーやの声をもうエンドレスに聞いていたい。このブレッシーなところから始まるあの歌い方いつか教えてって思うぐらい本当にいつまでも聴いていたい。なんか聴いていると深呼吸したくなる、そんな素敵な歌をお届けします、はい、平原彩香より明日。改めまして平原彩香です。まあちょっと声談義なんかも、いや本当に聞きたいのよ、ね、アーヤはどうやったらあのまろやかで心地いい声をリラックス状態で出してるんだろうと思って。あ、私はもうそれこそずっとサックスを吹いて、だから歌をちゃんと習ってこなかったから苦労した分こう掴み取るものも大きかったのかもしれない。その低い声をどうやって出すか、高い声をどうやって出すか。それは先生に習った。いや、あの自分でいろんな人の真似をして。うーん、デビュー当時なんかは歌い慣れてないプラス喉がそういう筋肉が全くなかったから、うん、すぐ風邪ひいちゃったり。あ、そうよね、免疫もなかったから。わかる。なんだかうまく歌えない時はやっぱりすぐ喉が痛くなるし、うん、でうまくいってる時は喉なんてちっとも痛くならないから、うん、それがいいんだろうなって気がするけど、うん、でもあの宝塚を出たらさ、うん、高い声まで出さなきゃいけなくなるし、うん、あの今まで慣れてなかったダブルキャストとかにもなってくるし。そうだ、そう、なんかダブルキャスト慣れしてなくて宝ジェンヌって、うん、その出てからはいろいろするけど、だってもうゆずきさんはトップスターでしたからね星組よ
でもこうあのなんかオーディションとかにも慣れてないし、うん、あのあまりこう人と同じ役で比べられるってことにも慣れてないから、こうメンタルがざわざわっとするのよね。いやでもちえちゃんもそんな気持ちになるのね。いやめちゃめちゃなる。もう本当に心臓がちびっこいんやと思うわ、こう見えて。そう、あんなに堂々と本当にねやっているのに。でももう数々の舞台をねこなされている柚木怜音さん、はい、ちえちゃんのその才能だけではなく、やっぱりそれを乗り越える力がないとこういう、うん、世界ってやっていけない部分もあると思うんだけど、一番大変な時にどう乗り越えていくかって、何か秘訣はありますか？いや本当今とかもすっごくあの大苦戦してるけど、うん、まあ結局は今の持っているもの以上のものは出ないっていうことが、うんうん、ついつい公演が空いたらなんかうまくやろうとか、うん、すごい拍手がもらえる演技をしたいとかなっちゃうけど、うんうん、やっぱり稽古場でできたことしかできないから、うん、いかに稽古場でこう百発百中をそこを狙っていけるかの練習をしたり、うん、やっぱりいける時もあればダメな時もある、うんうん、でもいける時が多くなってきた、うん、いける時が多くなってきたってやっていって、初日に向かわないとどうしてもできないんだなってことが本当に痛感している。そうか、そうじゃない、ちえちゃんはそんなことないって、もう本番で一番輝く人だと思う。いや私でもね、心が負けてる時はね本当に負けんねん、こう見えて。そうなん、そうなんだか、あこれ人前でできるかな状態で出た時とかは、うん、やっぱり脳とつながってるよね、うん、なんか心が負けんのよね、うん、そういう時もあんねん。いやでもそれはもちろん、うん、あるあるけど、なんかそれをやっぱり分かんない、その見せないってところがやっぱプロなんだなって思う、うんうん、なんかうまくいかないところがあったらそこ以外でカバーというか、ここがなんだか声裏返ったら、うん、それいつまでも引きずって一声終わったらあかんとか言われるから、うん、確かにと思って、うん、それが終わったらもう全くさらにいいものをね、うん、しようとするよね。そうよね、うん、でもそんな中でも私たちは集まり、リクスという大きな舞台をこれから作り上げるということで、うん、はい、5月15、16、17と全部、1日2公演ずつ。あのまた照明プロジェクションマッピングね。そうプロジェクションマッピングそうチームラボ、チームラボさんがまたまたすごいし、うん、あと今回はショーだしね。そうどうなることやらだけど、うん、どこまで私たちがこう滑るのか、どこまでこう歌手や、ね、演技に徹するのか、ちょっとまだね皆さんにお伝えできないですけれども、うん、楽しみにしていただければと思います。皆さんぜひお越しください、はい、そしてねちえちゃんも、はい、ぜひ告知をお願いします、はい、ありがとうございます。私は6月15日から3年ぶりに再演となりますミュージカルマタハリが、すごいこれすごい演目なんだよ。本当に大好きな演目だったので、また再演できることが本当に嬉しいので、もうめちゃめちゃ頑張ろうと思っている。もうダイジェスト皆さん見ました？ビバラビバラ、いやもう死ぬ気でお腹へっこめてるもうねビバラ、いや本当3年経ってますからもう偉いことえでもこうやってなんかいろいろトレーニングもまたしないとね。前はちょっとムキムキにしすぎて、うん、なんかマタハリとしてあんまりこう色っぽい体じゃないかも、そこまでムキムキだとって言われちゃってだから、まあ、程よくまろやかさがありながら、うん、ブヨッとはしてないというところを目指さなあかんからめっちゃ難しいなと思ってる。でも確かにいろんな銅像とか、うん、ヴィーナスとかある程度お腹がふっと、そうなの、色っぽさがあるよね。そう、まあ、ある。いい兼ね合いよね、うん、すんごいぼっこりしてたらあらあらゆずきさんってなるけどそのうまい兼ね合いを楽しみ、行かねばならない。またこれは東京、愛知、大阪も行きますので、すごい、ね、コロナでねまだまだ大変だと思いますけど、よろしければ見てほしいなと思います。ぜひ皆さんお越しください。さあということで、トークセッション来週もお願いいたします。お願いします。そして、今月1ヶ月間ラジオドラマにもご出演いただきますので楽しみですよろしくお願いします、ね、それでは曲を紹介していただいて今週はお別れです。
ということで今週は女優の柚木レオンさんにお部屋に遊びに来ていただきました。そう、表演の時にどんな呼び方をしようかというのでみんなで決めていた時に、柚木さんからはちえちゃんで、私はあーやって呼んでくださいっていうのであーやとちえちゃんになったわけなんですけれども、こうやってちゃんといっぱい話せたのは初めてかもしれないです。私は藤壺役、そして彼女が海賊のオサの役でね、藤壺とその二人は全く接点がなかったので、もう今回ね話せてすっごく嬉しいです。来週もぜひ楽しみにしていてください。5月のラジオドラマもお楽しみに。メッセージは番組ホームページまたはハラホロシアター公式ツイッターへのリプライでも受け付けています。そして柚木レオンさん、平原綾香も出演します。5月15日からリュクス開幕です。5月15、16、17と、1日2回公演です。そして6月2日にニューアルバムがリリースすることとなりました。平原綾香のアルバム Save Your Life All Time Live Best と題して、もう本当にすっごいたくさんの曲数がギュッギュッと詰まって、それぞれの年代ごとにとっても盛り上がったコンサートツアーの音源などなどたくさん収録してありまして、初回限定版だともしも、そして Save Your Life の音源もボーナスでついてくるというとってもお得なバージョンもございますので、ぜひとも初回限定版ゲットしてください。そしてそのアルバムを引っ提げてコンサートツアーも開始いたします。6月5日群馬の伊勢崎市文化会館から、スタートする運びとなりました。詳しく私のホームページに随時更新されていきますので、ぜひとも定期的にチェックをお願いいたします。平原愛香のハラホロシアター、また来週、バイバイ。